お前も来てくれたか。すでに青鬼の手勢が篤姫に迫っている。どうやら幕府側に蜂起が漏れたらしい。ここで篤姫を保護されては薩摩は人質を取られたも同然だ。文を連れてきてくれた人だな。礼を言い損ねていた。おかげで我々は生き返ったよ。この先は我らに任せ、あなたはこの場を離れていてくれ。どうかご無事で待っていますね。これより薩摩に助太刀する。行くぞ。幕府の連中より先に篤姫の元に向かわなければ。もたもたしている場合じゃあるまい。これでいい。騒がれながら。いざ。上等だ。はい。
行くぞ。なるほど。成功したな。成功したな。誰かいるのか。なんだ。覚悟しろ。篤姫はどこだ。うまくいったな。幕府の連中はあの離れに向かっている。どうやら篤姫はあそこらしい。急ぐぞ。うまくいったな。
騒がれなかったな。成功したな。
騒がれない。改めてご苦労じゃったな、大久保。無念じゃが、しばらく様子を見るほかない。私は大奥でおとなしくしておくことにする。心配は無用、大老や老中ですらあそこには手を出せぬ。父上がお隠れになったことで薩摩も揺れるであろう。これより薩摩はそなたと西郷に任せる。しかし私も西郷もまだ若輩、殿亡き今。西郷のことはそなたが一番分かっておろう。互いの足りぬところを補い、薩摩を支えていってほしい。はっ。世話になった。その方、名は何と申すのじゃ。ずいぶん冗談が好きな野良猫じゃな。のう、里姫、妙なやつじゃの。そなたとは落ち着いたらゆっくり話をしてみたいものじゃ。また会おうぞ。